いや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 、よっこいしょっと。いや、今日は久しぶりのすき家さんの牛丼買うてきました。それでね、久しぶりのメガ盛り、メガ盛りやねんけれども、今日はね、また新しい牛丼が出とって、なんやった、食べラーメンマ牛丼言うて、食べるラー油あるやんか、食べるラー油が入っとって、それで、これでね、パカッとこのメガ牛丼買うてきたけど、パカッと開けると、メンマが入っとって、食べるラー油が上にかかってね、こんな感じ、ええ感じで美味しそうやない？この色合いといい、ツヤといい、メンマとこの食べるラー油のマッチング最高やろ。めちゃくちゃうまそうやで、ええ感じ。それとこの豚汁買うてきまして、いつものようにおしんこね、おしんこというか、これキャベツ白菜のやつやねんけども、それと豚汁、それといつものごとく卵ちゃんでございます。なんで卵ね、これ引いてるんかな、これ引いてたらやっぱ割れにくいんかね、よくわからんけど。それとあとこれなんや、これなんか辛いやつかな、なんか辛いやつ、これ入ってるわ。普通さ、牛丼にこういう一味っていうの、七味っていうのついてるから持って帰ってきたけど、これちょっと辛いやつかな、ちょっとかけてみよう。辛いやつをチャラーっとこうかけるかい、もうええか。ちょっとやっぱこう辛い、あ、匂いからしてちょっと辛いわ、これ。唐辛子みたいなやつやな。あ、ということで、早速ほんなら、ちょっと、あ、じゃあね、まずほんで今日の読むやつ、ちょっと可愛いやつで、氷結の、これ、可愛いで、いちご。いちご売っとって。私、いちご好きやから、今日はちょっとこれから行ってみよう。ということで、まず氷結のプチュッといちご開けて、行ってみましょう。チャラーっと。わー、可愛い色。ピンク色。わー。わあ、うまそう。ということで、ね、本日の皆さんもお疲れ様でした。乾杯。ああ、これお酒というか、ほんまに、うん、なんていうの、ストロベリーやねんけれども、言われへんかったらちょっとピーチ系かなっていう感じやねんけれども、うまい、うまい。これ女の子絶対好きやわ私も好きやけどね。では早速この牛丼いただいていきましょうか。ちょっとこの卓上を整理しまして、パシャッとこう開けまして、ではでは、ちょっとこの辺こぼれるからね、こっち行って、はい、ではこんな感じでございます。一応ね、つゆだく頼んだんですけど、おつゆまだある？大丈夫？チャリンコでこうできたからね、その間にどうしてもさ、何ていうの、おつゆが染み込むやんか。あ、でこれが食べるラー油、これね。で、ちょっとこの、まずは早速、こっち側は普通の方やな。普通の牛丼、いただきまーす。うん。これは定番の味やわ。うん、うまい。うまいな。で、あー、このラー油、すんげー、匂い、風味が、ふぐ、うわーって、このラー油の油の独特の匂い、それと、ちょっと真ん中だけ混ぜてみたんやけど、真ん中混ぜると、このラー油と、このメンマ。ちょっと待って、これ、具材ばっかりで、ご飯が出てけへんから、ちょっと待ってや。こんな感じで、これ、メンマとラー油と混ぜてみた。あ！メンマの食感って、美味しいね。合うわ。うん。うまい、うまい。ラーメンに入ってるようなメンマやねんけれども、ほんまに合いますね。うまいっす、うまいっす。ということで、氷結入れてなかった。チャラッと入れて。これ、まあ、牛丼の晩酌っていうよりも、甘いから好きやわ。あー、ほんで、今日もジョギングしてきて、風呂さっぱり入って、ほいで牛丼買いに貸してきたから。で、今ようやく帰ってきたのかい。そうだな。まあ、腹減ったほんまに。まあ、牛丼はいいんやけど、あと、なら豚汁もいっとうか。これ、豚汁。ちょっとね、見づらいんですけれども、豚汁いただきます。結構、そんな、結構てか、まあ、具は入ってないけど、そんなむちゃくちゃ言うほど入ってないかな。いっとこう。
あったまりますな、うん、まあでも牛丼にあの豚汁が合うか合えへんかやから何とも言われへんけど、でもおしんこと卵は絶対合うわな、うん、そういうことで、ね、まあいいんやけど、ちょっと待って、で前に一回食べた時にこれ持って帰りで、あのメガ牛丼用の、メガ牛丼用ってこともないんか、このスプーンあったら便利やんな、ならこれをすくうて食べる、こうやってこんな感じでね、うん、食べやすい。であれメンマ落ちた、メンマ、うん、あのシャキシャキっていうか、そこまでのシャキシャキではないけども、ちょっとコリコリじみたシャキシャキみたいな格好のこの食感で、うまいうまい。ラーメンだけじゃなくって合うね。でこのラー油がほのかにこのラー油の油あるやんか、これはこの麺な、麺な、麺なとしてある。麺まと相まって、で、この、ラーメンみたいな風味に仕上がってんな。まあ、牛丼やねんけどな、うん。で、こっちのおしんこもいっとくか。おしんこいっとこう。うん。これは定番のうまさやわ。うん。うん。うまいな。ということで、なら、ちょっともうちょっと食べてからにする卵。なもうちょっと食べてからにしよっかね、まあね、この卵とかもええけど、卵とかもええけどね、卵ちゃうちゃうちゃう、何言うてんねん、晩酌ええねんけども、ほんまこの牛丼で晩酌って手軽やね。一応持って帰ってきたあの七味、一味かな、これ七味かな、ちょっとここで開けて、ちょっとこの辺にチャラーっとこうかけとこう。メガやからね、ちょっと養蚕いただいてきましたんで、チャラッとこうかけますか。3つほどいっとく。はい。チャラッとこうかけた方が。で、あとなんかあった？あ、生姜や生姜。生姜も3つほど持ってかれてたんや。生姜。生姜ね。生姜もちょっとこう開けとこう。チャラッと入れとこう。ね、こんな格好で入れて、2つ。はい。んで、3ついただいとこう。ねえ、ちょっと、メガ言うたら2人前ぐらいやろ ?2 人前やろ、まあ2つか。まあでも3ついただいてきたんやけど。3ついただいてきたんで、まあ3つともいただく。はい。うわ、生姜入るだけで、生姜とこの一味七味入るだけで、ちょっとまた風味が変わるね。うん。ということで、ちょっとこの真ん中辺いっときましょう。うん、うまい。普通の牛丼に飽きたら、ちょっとこういうアレンジ牛丼的にはうまいよな。うん、氷結、何て言うのかな、この氷結とかって、これ何パー、アルコール 4% やで、果汁が 0.3 って書いてあるんだけど、アルコール 4% はまあいいんやけど、果汁 0.3 の割にはなんかすんげえ甘いような感じすんねんけどな。ほう、お子様の手に取るところに置かないでくださいって書いてあるわ。そやな、ピンク色がほんまジュースみたいに見えるもんね。そらせやろな、お子ちゃま飲んだ赤もな、もらってもんだな、うん、ということで牛丼でほんま晩酌するの久しぶりやわ。牛丼、もうあれかれこれだいぶ前だろ、一回確かメガ牛丼で晩酌やんね、晩酌したよね。晩酌ちゃうかったかな、昼ご飯やったかな。うん、なぜ食べたんは覚えてんねん、食べたんは覚えてんねんけど、晩酌やったか何やったかいな、ってよくわからんわ。うん、昔からあるけど、このおしんこって言ったら、まあおこうこやんか、どうしてもたくあん系を想像するんやけど、どうしても何でか知らんけど、この牛丼業界でおしんこって言ったら、この白菜とかキャベツの何でのお漬物、これ白菜やな、うん、のお漬物のことを総称しておしんこって言うもんね。
あれなんでやろな。うん。ちょこ。うん。うまい。この氷結講談はね、コンビニやってんけども、ね、コンビニさんでも晩食しようかなと思うんだけど、ちょっとやっぱり弁当とか見とったら、あんま良さげなのなかって。うん。で、どうしようかなーと思っとってんけど、でももう、久しぶりにすき屋さん行こうと思って、で、ひょこひょこってチャリンコ行って、すき屋さん行っとったけどな。なあ、ほんま、最近はでも牛丼屋さんも、女の人って何で、女性のお客さんとかも、一人とか二人で、入ってるのちょこちょこ見かけるから、ほんまに、なんていうの、若い人にも浸透してきたよな。うん。あ、おお、落ちた落ちた。昔はさ、だって牛丼屋さん見たら、もう店内に女性なんかおれへんかったもんな。あれも牛丼屋さんできて、かれこれもう、だいぶ経つよね。もう30年以上経つやろ ?30 年では来てへんな。だけどほんま、最近はほんま女性でも気軽に入れるようになったというか、なってきたんかどうかわからんけど、昔はそんなん女性の姿がな、お客さんおらへんかったもんな。うまい。うん。氷結。あれでも、見てる方かって、なんか美味しそうな色してない?ピンク色で。たまらんわ、これ。うまでさ、今日は珍しく長袖やろ?あの、今、チャリンコで、あの、上着着てきたんやけど、チャリンコで外行っとったから、さすがに半袖半端は寒いから、今日はもう、長袖に、あの、スウェットですわ。でも、着替えるのめんどくさかったから、このままで晩酌しております。お許しください。お許しください。まあ、これが本来の部屋着なんかもわからんけどね。うん。豚汁。ああ味噌汁ってまあそうやな、言われてみたら豚汁に合わんのかもわからへんけどな。でも私は好きやけどね。そうで、卵をごちごち入れましょうか。卵をパチャッとこう割って、もうこ調節いく、いけるかいけるか、もうそのままいくわ。パチャッとこういこう。よっしゃ、はいよー。ほんならここで卵をこう混ぜるええ感じ。これ混ぜるときもあれやな、やっぱりその箸よりこのスプーンの方が混ぜやすいな。卵はまんべんなくこう混ぜんとね。卵混ぜやんといかんからね。やばい、あのちょっと食べてからの方が、このぐらいの方が量が少なくなって、あれ食べる前から卵入れて多分少ないわな。うん、卵いただきます。いただきます。うん、あー、うまいわ、まろやかなって。うん、うまいっす、うまいっす。うん、豚汁。うん、熱っ。いつもみたいにジューとかね、天ぷら入れる、あのパチパチってあの言う音とかじゃなしに、まあ質素な気は晩酌になってると思うけどね。ああ、うめ。うん。ああ、うめえな。なんか黙々と食べてしまうな。このメガ牛丼って量的にはどうやったっけ？あの前の時もそうやったと思うんやけど、あのメガって言うたらあのキングやったっけ、あのめちゃめちゃでっかいじゃねえか、あれの半分なんやろこれ。だからこれの倍であのキングサイズらしいんやけどな。でもさすがにそのキングは僕挑戦にしたことないし、あれは食えへんわ思うけど、これはねちょうどほんま適量。これだからご飯が波で言うたら倍なんかな。うん、このぐらいがほんま僕適量ええ感じ。だからまああれね、キングって言ったらもうほんま腹いっぱいになるかしらんけど、このメガでええ感じやねん。
前食べた時もそうやったもん。あの確かにお腹いっぱいになるよね。お腹いっぱいになるからほんま適量のお腹いっぱいいう感じでな。ええわ。うん、終わり、豚汁終わり、うん、ね、何やかんや食べてたらもうほんま半分ぐらいあってくれよ。梅、あれご飯取れ、あれご飯取れと、うん、でも言うほど何やった食べらーメンマ牛丼、食べるラー油&メンマ入り牛丼っていうぐらいのうまいけどな。これが何倍やったっけ、メガ牛丼が780円で、でこれの、メンマートッピングが170円で、950円らしいんやけども、これでね、うん、でもそやな、想像してたぐらいにちょっとこの激辛みたいな感じになるのかな思ったら全然そんなことないわ、うん、ほのかに、まあ、ピリ辛もないな。まあそれはやっぱり牛丼やから、あの千差万別ね、みんないろいろあるから、辛さに強い人弱い人でも食べれるようにしてると思うけどな。全然辛く思ったぐらいに全然辛くはないわ、うん、うまい、うん、うまっ、もくもく食べれるわ。でもすき家さんに限ったことないと思うけど、これも期間限定メニューやね。だから今もあるか知らんけど、またちょっとずっとしたら変わっていくと思うんだ。あれ前も食べたんだったっけ、どっか確かお弁当かなんかでこうだと思うけど、やっぱり定番の牛丼もいいんやけど、それ以外のその期間限定メニューでちょっと変わったメニューのもうまいね、うん、ええ感じ、うん、氷結、あーうめえな。今日はあんま晩酌というよりも完全に晩飯になっとるけどな、うん、うん、まパクパク食べれるわ。うん、メンマの歯応えはまあ予想以上にというか、まあ予想してたように、あメンマやわっていう感じだけど、食べるラー油は期待ほどの、 あの辛さはないけれども、でもその油っぽさがメンマと相まって、あのメンマの味を引き立てるから、これはうまいな、うん、でも何回も何回もこればっかり言うとったらちょっとしつこになってくるから、やっぱりオーソドックスな牛丼がええかもわからん、うん、うん、うまい。言うてる間にもうあれ完全にはもう晩酌というよりも、ほんまにね、皆さんはまあお楽しみの晩酌やったか分からないけども、まだ完全な晩飯やわ。うん、そうか、メンマ牛丼な、うまかったなこれ。メンマ、メンマ、これね、メンマ、でも前食べて思ったけど、このほんまスプーン、これお店であるんで、またお持ち帰りする人はお店の人に言うたらくれねえけどな、あの箸よりほんまこのスプーン食べやすいね、うん、うまい。なあもう最後、うん、うめ、完食でございます、うん。ということで久しぶりのあれ、なれへん、ちょっとしかあれへんやった、いっとこ、ひょくず。メガ牛丼で晩酌してみましたというか、晩酌がこれ一本しか飲んでへんけど、ひょうけつ。でも、これ、うまかったわ。ひょうけつの、ポッキー、あれやんか、ポッキーさんとコラボ商品やんか、これ。ポッキーさんとコラボのひょうけつで、ストロベリー。これ、
甘くて美味しいお酒なんで、あの女の子でもお酒苦手な人これ絶対おすすめと思うんで、またあの行ってみ、コンビニさん行ったら売ってると思うわ。ということで、ほんまに今日は何気ない晩酌動画というか、私の牛丼を食べるだけの動画で、ご迷惑をおかけしましたけれどもまあまあ、たまにはこういう動画もいいやんか。ということで、またね、次はまたがっつりした晩酌をお届けしますね。本日はこの辺で牛丼でちょっと飲んでみたっていう風な動画をお届けしました。ということで、本日この辺で失礼します。ということで、さようなら、おやすみなさーい。